こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、この2020年の儲かる、いわゆるね、儲かっているビジネスをちょっと紹介していきたいと思います。画面切り替えていきますね。まずはこのカジノ利権なんですけども、こちらの方がですね、なんですかね、カジノの現場に、まあ、さらにベットしていくんですね。カジノをやってるところがあるじゃないですか。だからその直接カジノをやるんじゃなくて、カジノをやってるところを、まあ、カメラで映してね、それをライブで見ながらこっちもベットしていくっていう形です。ちょっと難しいですかね、概念が分かりにくいと思いますけども、単純に言って、まあ、こちらとしてはほとんど何もせずにカジノに参加することもなく、私ね、バカラの方に参加してるんですけども、バカラのルール知らないんですよ。で、特に作業ないです。最初にお金を放り込んでおいて、ほっとくとずっとお金が増えていくって形です。で、そういったことをしながらね、やっていくんですけども、カジノ、画面切り替わりますかね。画面が切り替わったと思いますけども、はい、ここからです。いかがでしょうか。で、上から順番にね、13134111112とかね、これですよ、数字が出てるでしょ、これがだからね、あ、ちょっとこれ変なのできちゃった。これ単純に言うと、一番上は3万円儲かってます。その下が29,000、まあ3万円ですよね。その下が35,000円、その下が34,000円、その下、一番下が34,000円ってことで、それぞれね、3万円とか3万円ちょっと儲かってるんですよね。だからこれ全部合わせたら15万ぐらいなんですよ。これが私の不労所得が入ってくるということです。年間でだいたい150万から200万ぐらいが自動的に入ってくる私の所得ってことになります。で、これが一つ儲かる話だなっていうのですね。次、スターサービスっていうのがあるんですけども、これね、携帯電話の料金が安くなるっていう、そういうふうなね、まあビジネスを進める、どういうんですかね、まあ携帯電話の料金、私ね3万円ぐらい使ってたんですけども、これがね7月から4860円になったんですよ。で、使ってる電波はソフトバンクとかドコモなんで、今までと同じですよね。これ切り替えるだけなんです。切り替えたら安くなるんですよ。ただそれだけです。じゃあなんでこれが儲かるかっていうと、値段が同じサービスなのに値段が安くなっただけで、私は2万5000円得したってことになります。そして同じサービスって今言いましたけども、こっちの方がサービスレベルは高いんですよ。提供されるギガ数も大きいですしね。だから文句なしです。あとはね、使ってみて電波帯のエリアが、どうかなってことだけなんですけども、基本的にソフトバンクやドコモの電波使ってるんで、まあ、今まで通りだというのがほとんどの方でしょうね。まあ、稀にですね、au からソフトバンク、ソフトバンクからドコモに変えた時にちょっと入りが悪くなったみたいな感覚はあると思いますんで、それはね、生活環境による変化はちょっとありますんで、そうなったらちょっとまた考えればいいかなと思いますけども、私は不都合が起きておりません。で、これがどうしてね、儲かるかっていうと、今ね、私ね、7月に参加して7月に報酬は10万ぐらいいただいたんですよ。10万ちょっとで、8月の報酬は16万ちょっといただいたんですよ。携帯電話料金が安くなったのに報酬いただけるんですよね。これが私の2つ目の儲かるものです。要するに4860円になりますよってことを広めていって、契約してくれたらコミッションが入るって形なんですよ。簡単に言うとね。だからこれ儲かってる2つ目ですよね。で、3つ目いきましょうか。3つ目はこれ、私一戸建てがあるんですよね。で、その一戸建てに対して、家のね、風害、水害、そういうふうな保険の調査をしてもらうんですよ。もちろん無料です。保険の調査員が来ていただいて、私の家を見てね、あ、これはちょっと壊れてるんで経年劣化ですねと、台風や水害ですねと、雨とかでちょっと雨戸歪んでますよと、これ見積もりすると保険会社に請求したら保険降りてきますよ、だからそれで修理したらどうですかっていうふうな提案を受けるだけです。提案を受けるだけなんで、別にそれで終わりです。で、左上からいきましょうか。2万円、真ん中1万1000円、右が3万円ってあるでしょ。これ全部足したらね、10万円ちょっとになるんですよ。これ調査を受けるだけで、これだけのお金がもらえるってことなんですよ。自分でやることは一切ないです。もちろんお金も払わなくていいです。で、プラスね、保険のそうやってお勧めをいただいて、じゃあちょっと保険使ってみようかなと思ったら、さらに何十万か儲かりますって話なんですよ。いいでしょ。で、3つ目です。で、他にもね、あるんですけども、ちょっとこの辺で動画を終わりましょうか。はい、いかがだったでしょうか。大きく3つ出しましたよね。ざっくりとね、この3つだけでも、まあ何百万って、500万近くにはなるんですよ。わかります？500万ぐらいになるんですよ、この3つだけで。で、こういうふうに
どこに行ったら必要最小限の労力で自分の環境で最大限の利益が取れるかっていう情報は落ちまくってるんですよ。で、年間に3つか4つそれをきちんとやれば終わりなんですよね。まあいい世の中になったなと思います。まさに情報が生活を豊かにするということですよね。まあ、それから今期待されているのは持続化給付金とかね、特別定額給付金というものです。こういうふうな社会情勢が安定してない時に国から供給される保護っていうものね、助成金とか補助金とか給付金っていうのもしっかりと使うことによって自分の生活は最大限豊かにできると思います。まあ、GoTo トラベルキャンペーンっていうのをね、意識されている方もいると思いますけども、あれによって助かる中小企業さんとかねいると思いますし、それから個人でも、結構いいね旅ができるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと私ね、明日から島根の方に2泊3日で行ってきます。広島から島根なんで、結構ね近隣というか隣の県なんですけども、かなりねいい旅になるんじゃないかなと思います。これを機会に私ね GoTo トラベルキャンペーンを使って、島根で一番ね高いホテルの高い部屋を申し込んでみました。でもねすごく安いんですよ。半額になるとさすがに安いですね。しかも私車で行くんで、経費ってのはあんまりかかんないというね、すごい今回はいい旅といい商品が提供できるんじゃないかなと思いますよね。まあワクワクしますね。ということで今年儲かるビジネスを大きく3つ紹介しましたけども、まだまだありますからね、嫌になっちゃうぐらい。それこそねアフィリエイトやったりとか YouTube やったりとかね、転売やったりっていうのも進めたいんですけども、まあすぐに効果が出て最も簡単なのはこの3つだったかなというふうにちょっと今ね今年を振り返ってます。まあもちろんね一番簡単だったっていう私の感覚と他の方が簡単だったっていうことにはちょっと相対的な評価がありますんで、で基本的に私作業をねむちゃくちゃすることは厭わないんですよ。それから営業も別に苦にならないんですよ。でこれは嫌だってものが全くないんですよ私はね。だからまあ簡単だと言えるのかもしれませんけども、あれも嫌だこれも嫌だそういうのもしたくないってことでしたらちょっと難しいものが増えちゃうかなと思います。ですんで自分が苦手なものを得意にする、そういったねコツコツとした努力っていうのはまあいるかもしれないですね。今回は以上です。またご期待ください。